利根川橋利根川橋は埼玉県久喜市栗橋北と茨城県古賀市中田を結ぶ利根川に架かる道路橋である。通過している路線は国道4号と国道125号である。江戸時代この場所の右岸には栗橋関所、左岸には中田塾があり、その間を都線で結んでいた。橋は東海道の大井川と同じ江戸防衛という軍事的な理由で建設されなかったが、 徳川将軍が江戸から日光島将軍へ参拝する時だけは和船を並べ上に板を渡した船。明治時代に入り、明治天皇が何度か東北巡航した際も仮説橋を用いて一行を溶かしていた。やがて大日本帝国陸軍の近代化に伴って部隊の移動に支障があるような河川に架橋する計画が持ち上がり、1924年に 内務省の手によって、旧登り橋が完成した。道路法発布後、日本で初めて作られた橋梁であり、利根川の中、下流域で最初に架けられた近代的な道路橋である。第二次世界大戦後の1947年9月に発生したカスリーン台風による災害後の利根川改修工事によって、堤防の傘上げと小賀川の陰包みが行われ、それに合わせて、 橋脚の傘上げと橋桁が増やされた。利根川橋やがて高度経済成長期を迎え、交通量が増加したことから1966年に上流側に新橋を建設、1924年に建設された旧橋を旧上り、新橋を折り専用とした。近年、橋を通る車両の大型化による負荷の増大と建設から80年近くが経ったことによる老朽化や、 供客数が多いことにによる、る出水時のの河川に対する悪影響などの理由旧登り橋が掛け替えられることになり、2005年から旧登り橋の下流側で工事が行われ、2009年12月16日正午に新登り橋が供用を開始した。廃橋となる旧登り橋は撤去されるが土木工学市場価値のある近代解散であることから、 古川総合公園内で一部が保存される予定である、旧橋ゲジワーレントラス4、下地単純、ポニートラス9単純、番桁橋1連続、番桁橋3協調641メートル、トネ川の中、下流域で最初に架けられた道路橋であった、鋼桁橋11区域側は、定時路、小賀川は、変形十字路と茨城県道56号筑波、小賀線、 茨城県道228号玄中方線とのダイヤモンド型立体交差となっている。廃止になった都線は元橋の150メートルほど上流側を発着しており、その影響からか日光街道筋は元橋部分で屈曲している。ここにかつての栗橋関所、栗橋宿、中田宿の名残が残されている。東京東北へ向かう大動脈の国道4号に加え、 国道125号との重複区間でもあるため、埼玉県北東部茨城県西に向かう流れも加わることから、交通量は非常に多く、朝夕を中心に南詰定時路の信号待ちなどで頻繁に渋滞が発生している、利根川橋梁、利根川橋梁、利根川橋、利根川橋梁、新利根川橋からありがとうございます。